はい、今回はですね、このドラムスをプレイする中でも今最も重要な部分の一つであるこのハイハットワークスなんですが、この足の動き、フットワークをもう少し、掘り下げてみようと思います。このフットワークですね、ベースペダル、ベースドラムスを叩くのは、以前も散々ご紹介したいろんなテクニックがあるんですけども、ヒールアップ、こうかかとを上げて足をももに力を入れずに一番自然体な楽な姿勢でこう足を下ろすテクニックだったり、もしくはヒールダウン、かかとをつけたままでこうアップするのか、フェダリングベースといってこうかかとをつけたままこうやるパターンとかですね、ともしくはこうかかとを横にこう振ってですね、スウィブルテクニックというんですけども、こういうのでこう早く動かしたりとかですね、いろんなこうテクニックをご紹介してきたんですけども、実際この初のハイハットワークとはちょっとそのベースドラムとは若干違っていて、実際どうするのかと、例えば同時にこの右手のだったり左手で発を叩くと同時にこの左足も動かしていく、例えばこうクローズしていると状態、そしてオープン、みたいな、こう腕とこの左足のコンビネーションといいますか、このコンボ技なんですよね。なのでここの動きがどのように動いているのか、ここもですね極めないと、ドラムの演奏がこう卓越したものにならないということでですね、いろいろご紹介していきます。実際この、ベースペダルの場合はこうダウンか、もしくはアップだったり、こうスウィーブルテクニックだったり、ペダリングベースという、ヒールダウン方法がありますけども、例えばカウントするとき、普通のビートでカウントしているときはこういう、形でやっている方が多いと思います。 1 and 2という感じで、こうステップするような感じ、こうかかとつま先、かかとつま先、もしくはですねこのヒールアップで、これでただですね、この場合だとこう一瞬ですけども、こう足を持ち上げてしまうんですね。この場合でこう左足をこうどうしても持ち上げてしまう、片足が浮いた状態で、この座った状態でこの状態っていうのは非常にこう体のバランスが崩れてしまうので、こう演奏をしていても若干どこかに力が寄ったり、バランスが崩れて間違いを起こす、ミスの元になってしまったりですね、もしくは体自体を、どこか腰だったりを痛めてしまう場合があるので、非常にここは危険で、どこかにこうやはり視点を作っておきたいので、だいたいこうかかとでやる方が多いと思います。一瞬ですがこう離す場合もあります。でこれを使ってよくですね、パッツ自体を左足のみでこう鳴らすパターンがあるんですけども、よくクリス・コールマンとか使っていますが、これを使ってですね、かかとで鳴らす、こんな感じですね。ここで一瞬こうキックするんですね。これでですね、今ちょっとゴムパッドをつけているので鳴らないですけども、初オープンの音が鳴らせると。実際叩くよりは小さい、鳴りが小さい音なんですけども、こういったテクニックもできるという感じです。だったりですね、こう、だいたいこうオフビートの、例えばこういう時はやっぱりこういうヒールダウンで、ここで踏むことが、非常に多いですね。
このクローズの状態でもこうカウントするとき、やはり左足でこうリズムをカウントすることが非常に多いので、こんな感じで1 and 2 and もしくはといった感じで、こう1でこの発を踏む、そしてかかとをつけて2 1 2 3 4 9 and 2 and 3 and 4 and このオフを、かかとで感じる1 and 2 and 3 and 4 and みたいな、カウントの仕方もあります。といった感じですね、いかがだったでしょう。この発ワークと一言で言ってもいろんなやはりやり方が個人個人であるので、皆さんもですね、自分に合ったうまい使い方を、やってみてください。それではまた次回お会いしましょう。